はいどうも、金子隆俊でございます。いつも金子隆俊チャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、ずーっと行きたかったキャンピングカー一人旅に出かけたいと思います。このね、我が家のハイエースタイプのキャンピングカー、これでね、一人で自由気ままに旅したいと思います。今回はですね、4日間休みをいただきまして、そして寛大な妻にもお許しをいただきまして、長野県、富山県、岐阜県、そんな感じで、一人なんでね、自由気ままに絶景や美味しいグルメを、あと温泉なんかもね、楽しんでいけたらなと思います。それでは行ってみよう。中央道に乗って車を走らせて、長野県は白馬村を目指します。口笛吹いてご機嫌な私、どんな旅が待っているのかワクワクです。新緑が鮮やかな5月上旬、ドライブも気持ちがいいです。豊かな山の景色にテンションが上がります。まずは談合坂サービスエリアへ。小腹が空いたので小休憩。談合坂のサービスエリアで、朝からね、このキャンピングカー旅のために準備で朝ごはんとか食べれてなかったんで、小腹が空いたんでこちら買ってきました。田舎の豚まんっていうのかな、豚まん、こんなもんですね。結構ずっしり重たいですよ。ほら、こんがり焼けててね、鉄板でなんか焼いてるみたいで、これが肉汁すごいらしいですよ。わー、楽しみ。じゃあちょっといただきます。うん、うまい。肉もたっぷり、入ってる。あ、これはうまいわ。なんか周りの生地が、なんだろう、肉まんのあのね、ふわふわした生地っていうより結構薄いんですよね。だ、感覚的に言うと焼き小籠包に近い。あ、満たされる。これで満たされたところで、長野県に向けて車を走らせたいと思います。大月ジャンクションを長野方面へ。ドライブ中は熱唱タイム。星野源さんの3を熱唱中。歌に夢中で高速を降りるのを忘れることも、皆さんご注意ください。甲府盆地を眺めながらしばらく進み、目の前に八ヶ岳。おー、いやー、だいぶね、東京から離れて自然が豊かになってきましたね。まあ、今日は長野県の最終的には白馬村まで行きます。白馬のキャンプ場で、まあ、キャンプして一泊ね、しようかなってところなんですけど、まあ、間もなく、まあ、お昼なんで、ちょっとね、途中のサービスエリアでお昼ご飯でも食べようかなと思います。あー、マジか、雨が降ってきちゃったよ。来ちゃったな。仕方ないけどね、こればっかりは。まあね、白馬に着く頃には止むことを信じて行きましょう。それではお昼ご飯を諏訪湖のサービスエリアでいただきたいと思います。さあ、諏訪湖のサービスエリアにやってきました。ほら、諏訪湖すごい綺麗ですよ。おー、ちょっと曇ってるのがね、残念ですけど、いや、いいね。これね、夜ね、山の上からね、夜景とかも綺麗なんですよね。で、ここは温泉もあります。温泉でいいのね。なかなかね、珍しいですよね、サービスエリアで温泉。
こもいいですよね。いやいいじゃない、絶景癒される。さあ、じゃあちょっと諏訪湖のサービスエリアの名物をいただきたいと思います。金子貴俊チャンネル。お昼ご飯に選んだのは諏訪湖サービスエリア名物餃子ニンニクタレ桜丼。信州の食文化馬刺しを使用した名物料理、美しいお肉がたまりません。自家製の餃子ニンニクタレをたっぷりかけます。おいしそう。果たしてそのお味は。いただきます。おいしい。お肉がしっとり柔らかくて餃子ニンニクの香りがとっても広がる。これはお米と合いますね。もうバクバク箸が止まらない、大満足。はい、ということで諏訪湖サービスエリアで、桜丼いただいてきました。いや、めちゃくちゃお肉がね柔らかくてとっても美味しかったです。それではこれから白馬村に向けて出発したいと思います。安曇野に着きました。高速降りますが、すごい雨。どうしよう、ね、白馬でやっぱこう山の景色を楽しみに来たけど真っ白や。安曇野インターを降ります。まあ着きましたけど、まず安曇野にね、いやこの天気は参りましたね。今日はもうこれ回復しないだろうな。のどかな田園風景の先に広がる山々、長野県の雄大な自然への期待が高まります。あ、いいじゃん雰囲気ここ。アルプス白馬の町、イエーイ、来たぜ白馬。白馬だけは見えないけれど、いやでもいいねこのね田んぼがねたくさん広がって、あ、菜の花も綺麗だよ。キャンプ場に行く前に夕食の食材を買いに白馬村の精肉店。はい、ということでお肉大黒屋さんで買ってきました。信州プレミアム牛ということで、おお、こちら綺麗でしょう。じゃあこれからスーパー行きたいと思います。キャンプ場の近くにあるスーパーで買い物をしました。買い物をしている間に雨が止みました。もしかするといい景色が見れるかもしれない。では早速、やっとだね、もう早速じゃない、やっとキャンプ場に行きたいと思います。おー、目の前に雪山が見えてきた。おー、イエーイ、これだよこれ、これを求めてたのよ。わー、来ました。もう海外だよこれ、すごい、やばい、超感動。おー、これね、白馬三山が見えるキャンプ場でキャンプがしたくてですね、今日はここにやってきたんですよ。今回お邪魔する白馬アルプスオートキャンプ場は白馬岳、杓子岳、白馬槍ヶ岳を一望することができるキャンプ場。キャンプ場の脇には清流が流れており、釣りや水遊びが楽しめます。まあ平日だからね、ゴールデンウィーク明けだし、この松川沿いにねキャンプ場がある。うわー、ほんと目の前だね。わー、いやもうちょっと雲がならなくなってくれたらと思うんだけど、いやもう贅沢は言わない。お、ん？行き止まり？山の景色に夢中で入り口を通り過ぎてしまいました。
ちゃんと入り口って書いてあるじゃない。右に入って入り口。あー、テンション上がりすぎて入り口を間違った。あ、もう分かりやすい。ちゃんと看板で山ばっか見てたから。よいしょ。キャンプ場に着いたらまずは受付。あ、そう、川が流れてる。うわ、めっちゃ綺麗じゃん。素晴らしいよ、大自然。おー、じゃあ受付したいと思います。受付を済ませたらいよいよキャンプサイトへ。山の景色が良いとおすすめの E2 のサイトへ。さあ、キャンプ場に着きました。白馬アルプスオートキャンプ場。ちょっとね、白馬三山はまだちょっと見えないんですけど、こっちの方にね、まだ雪山が見えますよ。いや、非常に空気も美味しくて快適です。まだ涼しい、やっぱりね。じゃあ今日ここに泊まりたいと思います。それではキャンプの設営をしたいと思います。今回は電源サイトを借りたので、電源にコードが届きやすいような位置に車を移動しました。今回の旅は基本車中泊なので、外の設営はなるべく最小限に。薪、テーブル、アルミコンテナ、椅子、焚き火台、ランタンスタンドにキャンピングカーのポップアップを上げたら設営の完了です。よし、設営が終わったらお待ちかねの乾杯。まずはキャンピングカー一人旅に乾杯。ああ、うまい。ああ、最高だ。キャンプの設営も終わったんで、近くに温泉があるということで行ってみたいと思います。白馬アルプスキャンプ場でその温泉の入浴券を買うとこれコインもらえるんですよ。確かね、一般だと600円なんですけど、あのキャンプ場で買うと500円、100円引きということで、買いました。こんなところ、わー、すごいね。山に囲まれて雪山を見ながら入れるのかな。いや、楽しみだな。倉下の湯の温泉は地中深くに封じ込められた海水を2500万年の時を経て汲み上げているそうです。滑らかな感触の湯は塩分が多く含まれ、体を芯から温めてくれます。いやー、倉下の湯めちゃくちゃ気持ちよかったですね。温度もちょっと暖かめなんですけど、あの外気がやっぱ寒いんで、ちょうどいいんですよね。ゆっくりね、入れますね。でまたね、あのお風呂から見える景色も綺麗ですし、これさらに晴れてたらもっとね綺麗だったでしょうね。いや、かなりお気に入りスポットになりました。あー、温まった。それではね、キャンプ場に戻って晩ご飯の準備をしたいと思います。キャンピングカー一人旅、今回はここまで。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録&グッドボタンもよろしくお願いします。